西山会議派とは中国国民党の右派の中にかつて存在したグループ、主として上海を本拠地とした。西山会議1925年3月12日の孫文の死後、第一次国境合作及び中国共産党員の活動に対して中国国民党の右派の不満が高まった。さらに同年8月20日に左派の領中外が暗殺され、 これをきっかけに暗殺との関係を疑われた古官民らの一部の右派が中国国民党から排除されることとなった。このような状況を受けて右派の一部の者は同年11月に北京郊外の西山の壁雲寺に集まり11月23日には中央とは別に勝手に中国国民党中央執行委員会全体会議を開催し 中国共産党員の中国国民党籍の取り消し、ミハイル・ボロディンの解雇、王朝名の弾劾など10項目の決議を行った。ここに結集した中国国民党員は、会議の名前を取って、西山会議派、または西山派と呼ばれる。西山会議派は、13人とも16人とも言われる。具体的には、林森、巨星、数炉、シャモチ、長津 タンブリ、京自由、巨高里、と、大気等、ハスワエ、小無東沖、風女林、後期陸、かやそ県、蝶地本、長駅道らで、時期的に出入りがあることから、その範囲は明確ではない。さらに、五高しひさし、孫か、五朝くるる、高岡おるらも、近い立場にいたとか、関わっていたと言われることがある。なお、古官民は、西山会議派ではない。 この西山会議に対して、1926年1月1日に、公衆にて、正式な中国国民党第2回全国代表大会が開催され、西山会議派各人に対して、永久党籍剥奪、書面の警告、訓戒などの制裁がなされた。しかし、この結果を受けても、西山会議派は解散、消滅せず、1926年3月29日には、 上海で自分たちのいわゆる第2回全国代表大会を開催、正式な一前大会を否定した。以降も国境合作への反対を継続し、合作崩壊がほぼ確実となった1927年6月7日には、投石を剥奪されたものも、投石を回復した。合作崩壊後は、小解析を支持したり、逆に小解析独裁へ抵抗したり、 党内の勢力争いにおいて重要な役割を果たし、少なくとも1930年代まで中国国民党内で長老的な影響力を維持した。例えば、1927年の年間合作後の南京国民政府では、理想人らの新構成派とともに重要な地位を占め、また、反省解析たる1930年の 国平国民政府及び1931年の公衆国民政府では、その有力な公正勢力となり、また、王将合作後の1932年の新南京国民政府では、西山会議派の林森が主席となり、その島で主席を継続することとなった。なお、政府において主要勢力になることだけが、目的のようにも見える、以上のような行動から考えても、 西山会議派の政治的な主張は、右派である点と反響であるという点以外については、必ずしも明確ではなく、また、厚生委員各人、または各地域においても、その立場、主張は異なっている。ありがとうございます。